決まり。この前ココロが言ってたハロウィン今日だぞ。仮装するって話だったけどどうするんだ。ふっふっふ、実はいいアイデアがあるんだ。いいアイデア？とりあえず私についてきて。こっちこっち。わあ、ちょっと待てってひまり。こんにちは、誰かいませんか？ひまり、なんで演劇部の部屋なんかに。いいからいいから。こんにちは。はい、どなたですか？あれ、上原さんと宇田川さんじゃないですか。マヤ先輩、ちょうどよかったです。何か用ですか？あ、まさか入部希望ですか？もしよかったら衣装を貸していただきたいんですけど。演劇部の衣装を借りて参加するつもりなのか？話が見えないんで、よければ事情を話してもらってもいいですか？私たち今日ハロウィンイベントに参加するんです。そこで仮装するってことになったんですけど、なんせイベントが決まったのが昨日の夕方で。ああ、なるほど。それでうちの衣装を借りたいってことなんですね。わかりました。使ってない衣装でしたら大丈夫ですよ。いいんですか？迷惑じゃ。迷惑なんてことないですよ。使わない衣装は本当に使いませんから。ここにずっとしまわれっぱなしなんです。それだと宝の持ち腐れですからね。衣装は誰かに着てもらった方が喜ぶに違いないです。マヤ先輩、ありがとうございます。衣装はこっちのクローゼットにしまってあるんで、好きに見てください。クローゼットだけでもすごい数ですね。どういう衣装を選んでいいものやら。確かにそれもそうですね。ならとりあえず自分の方でいくつか見繕いますよ。そうですね、お二人に似合いそうなやつだと。マヤ先輩、お揃いで着られるものってあったりしますか？できたら二人お揃いにしたいな。わかりました。それだとこっちのクローゼットですね。私も中見ていいですか？もちろんです、遠慮なく。うわー、トモエ見て見て、素敵な衣装がいっぱい。すごい迫力だな。この中から見つけるだけでも大変そうだ。うちの演劇部、いろいろな劇をやっているみたいなんです。それで舞台が終わってからここに置かれていて、それがどんどん溜まっていってしまったんです。管理するの大変なので、本当はもう少しどうにかしたいんですけどね。確かにうちの演劇部ってレベル高くって、衣装にもすっごくこだわってますから、どんどん溜まっちゃいそうですよね。当たり前じゃん。なんてったってカオル先輩とマヤ先輩が所属してるんだから。はあ、ねえ、トモエ、この衣装見て。私これがいいな。それは。その付属品の尖った刃はもしかしてヴァンパイアか？うん、多分。可愛いよね。これを着たらきっとすごくハロウィンって感じが出るよ。まあ確かに。でも少し露出が多すぎないか？少し刺激が強い衣装かもしれませんね。でもこれがどうしてもいいの。お願い、トモエ。いやいや、でも私似合うかどうかわかんないぞ。大丈夫、トモエならきっと似合う。それにこれを着たトモエが見てみたいし。確かに自分もちょっと見てみたいですね。ですよね、ですよね。マヤ先輩もこう言ってるしね、トモエ。ひまりがそう言ったらもう絶対曲げないな。わかった、着るよ。マヤ先輩、すみません。それじゃあこの衣装をお借りしてもいいですか？はい、
もちろんですよ。マヤ先輩、ありがとうございます。大切に来ますね。それじゃあ、トモエ、一緒にヴァンパイアになってハロウィンを楽しもうね。